はい、ラーメン作ります。今日にんにく、卵、味噌、つけ麺を作ります。つけ麺のジャンルの中でも一番前まであるジャンルのつけ麺です。つけて食べてもいいし、麺に入れて釜玉っぽくしてもいいです。今回は割とセオリー通りに作ります。ってのはにんにくと卵付きなので、そこで差別化しますのでね。卵安くなったら限定までありますね。
はい、ニンニク卵味噌つけ麺の完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。これはだいぶいいですね。多少味噌だれ粗削りなので、皆さんはおうち麺 TV の本のやつのレシピの味噌だれでいいと思います。まああれアップデートしてないんですけど、お店で使ってる味噌だれはそのレシピよりもシンプルに味噌寄りの味噌だれになりますので、皆さんも多少いじって作っても大丈夫です。その時何がどう作用してるかっていうのは最初わかんないと思うんですけど、そこで味の勉強になるので、やってみてください。味噌ラーメン作った時に失敗の原因として大きく2つありまして、スープの濃度と味噌だれの尖りがポイントで、スープの濃度なんですけど、今回つけ麺ということで背脂をげんこつと煮ることで濃度を足しました。この時ごまとか味噌を加えるのを想定した濃度にしてあげてください。多少あっさりめかなって思っても結構麺に絡むスープ濃度になるので、最初は背脂まあ多少入るぐらいでいいですね。そこから次回多めにしたりとか、逆に少なくしたりとかしてください。あの多くしすぎちゃうと、食べづらくなっちゃいます。そんでそれで味噌だれの尖りなんですけど、こちらはですね、醤油だれの場合はですね、旨味調味料なくても美味しくできるパターンのラーメンもあるんですけど、味噌だれはですね、多めに入れないとその味噌だれ、味噌の尖りが出ちゃうんですよね。で味噌汁みたいな感じになっちゃうのがネックというか、難しい部分です。でもお店によっては入れない店もあるんですけど、YouTube とか見て、これどうやって作ってんのって思っちゃいますね。多分めちゃくちゃ材料入れで旨味補給してるのを想像するとですね、やっぱりガチだなって思いますね。はい、なのでまあ、旨味調味料あれば楽に美味しくなるんでおすすめです。まあそんな感じですかね。あ、チャーシューこれうまくてですね、グラム100円 100g100 円のお肉なんですけど、なんかあれ国産のかなみたいな感じのしっとり感があってですね、やっぱり油加えて低温調理するのはかなりおすすめです。
特に香りすごいつくってわけじゃないので、おつまみとしてもいただけます。むしろ香り、その肉の臭み消えてんのかなみたいな感じしますね。うん、まあ、なんでおつまみとしてぜひ作ってみてください。タレの塩分濃度は 1.5 とかそれくらいかなって感じですね。そこはここだったら失敗です。はいお店の方なんですけど、まあそんな感じです。はい、お店の方なんですけど謎に忙しくてですね、サブちゃんが2週間に1回になりそうですね。今後はまあ3週間に1回かもしれないし、まあなんか違う動画も撮りたいですね。そうなったら麺がですね大変なんですよね。この前深夜3時まで麺手揉みしてた時は本当にこれやばいなって思いましたね。メンマとか結局乾燥メンマ使ってたりするんで、そのあたりもちょっと塩でいいのあればって感じなんですけど、今のクオリティを下げずにむしろ美味しくした上で簡単にできればっていうのは思います。まあ、とはいえですね、麺はですね無理なんですよね。これ人の手で作んないと美味しくならないからって感じですね。はい、まあやり方がちょっと昭和なんですよね。やり方が昭和だ。まあランチだけだけどこんな大変だから、夜やってる人って結構やっぱ従業員がいるからできるのかなとか、考えますね。はい、まあ、そんな感じです。はい、以上です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。するとサブチャンネルウォッチメン TV のご飯の方もよろしくお願いします。するとお店もやってますので大阪製麺で検索してみてください。それではまた。